石井、3位は B クラス、発言を釈明。楽天は12日、石井和久監督が契約満了に伴い退任することを発表。石井監督は楽天モバイルパークで報道陣の取材に応じ、契約満了ということです。それ以上に契約期間の中でチームビジョンを明確にできなかったので決断しました、と退任理由を説明した。取材では19年、平石監督が退任した際に発言したとされた石井氏、当時 GM の3位は B クラスに対しても言及、真意を問われ、僕、彼には直接言ってないんですけどね、僕は彼とはそういう話はしてなくて、誤解されてるところがあるんですけど、選手に向けて話した話ですよね、と釈明した。世間のイメージは完全に、3位は B クラスだからお前はクビだ、って平石に直接言ったことになってるよな。言ったのは事実だからな、そして自分は3位を言って。選手に言ったとしてもなかなかひどいな。別に直接言ったかどうかなんか関係ないよ、3位は B クラスとか言いながら最高成績が3位なのが問題なんだから。この結果に満足してはいけないって戒めの言葉だし、発言それ自体は別にいいけど、本人が監督やって3位付近をうろうろしたせいでネタとして面白くなっちゃったか。本人的には平石に対して言ったか言ってないかの問題だと思ってるんだろうか。